That's Samurai Ken's channel. こんにちは、サムライケンです。先日ですね、 Mac 版と iOS 版の両方のガレージバンドで MIDI ファイルを読み込んでカラオケ伴奏を作るっていうね、そういう方法を紹介しましたが、実際にやってみるとある問題点が出てきたんじゃないかなと思います。それはボリューム調整ができないじゃんという問題です。そこでこの動画ではその問題を解決できていない人のためにその問題解決の紹介をします。両方ともですね、同じことが原因になってますので、同時に Mac 版それから iOS 版のガレージバンドで紹介します。その原因とはですね、結論から言うとボリュームのオートメーションがかかってるからなんですね。まあ MIDI ファイルを読み込んだ時に、その MIDI 情報の中に楽器ごとのボリューム調整、まあボリューム設定がしてあり、曲の途中でもですね、ボリュームがこう調整されている MIDI ファイルというのは多いんですね。まあ実際に MIDI ファイルを読み込んだプロジェクトがここにあります。でここで、オートメーションというのを表示させてみます。まあ、iOS の場合はこのトラックをタップしてオートメーションというのが出てますね。ここをタップすれば出てきます。このようにラインが表示されていますよね。もしこのラインが表示されたということはオートメーションでボリューム設定がされているということです。ですからこちらのスライダーを使ってもボリュームを変更できなくなってしまいます。ではこのボリュームを変更するためにはどうしたらいいかということですね。そのためにはこのオートメーションのラインをこういじるか、まあ、いろいろ変更するか、あるいはこのラインを全て削除してしまえばいいわけです。そのためにはですね、このラインをこうタップしてください。そうすると削除っていうのが出てきますから、これをタップすればいいですね。オートメーションって何とね、わからない方は私の動画をまあご覧になってください。この辺にリンクを貼っておきますが、では Mac 版の方はね、どうなるかご覧ください。 Mac 版ではここが表示しないになっている場合は、ボリュームを選んでラインを表示させてください。もちろんですね、ラインが出てこない場合は、ボリュームのオートメーションが作られていないということを意味します。ですから、そういう場合はボリューム調整をスライダーでできるということですね。では、ラインを削除しましょう。このように選択して、あとはデリートキーを押せば消えます。でもですね、曲の途中でボリューム調整がしてある時もあるので、そういう時はトラック全体見ればちょっとどういうふうになってるか分かります。で、全体を見て、そういったラインが他に残ってないか確認してください。もし残ってればそこも削除するという形になれば、オートメーションはなくなってスライダーでボリュームを調整できるようになります。ということで問題は解決すると思います。では DTM ライフ楽しんでください。ではさらばでござる。